懐かしいタッチで描かれた女の子のイラストや愛らしいパンダの置物などが並びます。1950年代以降大ブレイクした可愛い文化の生みの親、内藤ルネ。当時の雑誌のイラストや付録などおよそ300点が展示されます。スケッチ原画も展示されていて、グッズ制作へのこだわりも見て取れます。懐かしいと感じる昭和生まれのお客さんだけでなく、現在のトレンド、昭和レトロが好きな若い世代も訪れています。昭和とかを知らなかったので、そういう世界観を味わえることができました。内藤ルネ展生誕90周年特別展は今月31日まで阪神梅田本店で開催されています。